星川奈々と里中ゆずのゆるちゃん、お休み前のひととき、ゆるっとお届けするチャンネルです。星川奈々です。里中ゆずです。本日はスカイウェブ FM 京成ローザスタジオより公開収録でお送りしております。はい、はい、お邪魔してます。はい、7月26日分ということで、はい、はい、収録させていただいておりますが、はい、7月26日、うん、今日はなんとなんと幽霊の日。ジョロ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 。えー、そうなの？幽霊の日なんだって。そうなんだ。なんで？ね、うん、東海道四ツ谷階段って聞いたこと。有名だね、ね、四ツ谷階段。うん、このね、四ツ谷階段が、江戸の中村座で、初演されたことにちなんで制定された記念日みたいなんだよ。そういうことなの。うん。幽霊が直接関わってるわけではなくて、演劇の。そうだね。四ツ谷怪談ってどんなお話だっけ？四ツ谷怪談はさ、うん、お岩さん。お岩さんの話か。うん。で、わかる？あの、目の上に単語ができる人の話だっけ？ね。一枚二枚とか数える人の話だ。そうそう、うんうん、はい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 。うんうん。で、実際に起こった事件がモデルとして描かれてるから、うん、そうなの？うん。っていう言い伝えがあって、へー、割となんかこの作品を演じるときは、うん、みんな、ね、うん、ちょっと事件があったりとか、あら、うん、いうことがあるらしくて、祈祷に行ったりすることが多いらしいよ。ほんと？じゃあ、うん、演劇やる前に、お祓いに行ったりしなきゃいけないような作品なんだ。うん。ほいー。ねえ。なかなかに。いや、うん、ちょっと出たくない。そういうね、作品にはなかなかさ、うん、携わることはね。そうだね。ねえ。祈祷って行ったことないかも。ちょっと怖いよね。そうだね。うんうん。あとね、うん、夏風呂の日らしいよ。ほう、これは、もしや。うん、もしや、語呂合わせ的なもので。夏の、な、うん、つ、風呂の、に、うん、ふ、ろ、風呂で2と6で。はいはい、2、6ね。うん、そうそう、ね、夏風呂、うん、らしいよ。なるほど、まあ、これは納得だね。まあね。うんうんうん。うん、夏風呂、ね。暑いけどぬるま湯に浸かることで、うん、まあリラックス効果とかがね、得られて、うんうん、眠りやすくなりますよって、なかなかね、うん、暑いから入りたくないシャワーだけで済ませようって人も多いかと思うけれども、夏はね。ね。ぜひお風呂に入ってくださいってことかな。あ、なるほどね。うんうん。半身浴とかもね、いいって言うよね。うん。うんうん、うん。やっぱりさ、夏は暑いからエアコンでこう冷え切った体を、うん、ね、温めて、うん、ゆっくり休んでくださいって。うんうん。うん。この後ね、お風呂まだ入ってない方は、ぜひね、湯船に入って、うん、ゆっくりお休みしていただきたいね。そうだね、うん。いっぱい汗かいてすっきりして。うん。うん。出たらすっかり水分とって。そうですね。うんうんうん。はい。ということで。はい。それでは今日も始めていきたいと思います。はい。それでは、星川奈々と、里中ゆずのゆるちゃん。ゆるっと、スタートでーす。ゆるちゃん。ゆるっと推し。このコーナーは私たちがゆるっと推したいものをご紹介するコーナーです。本日の推しは、メルヘン！ということで、ご存知の方もいるかなと思うんですけれども、サンドイッチ
を売ってるお店ですね。はい。はい。その中から本日は、スイーツ系のサンドイッチをそれぞれ選んできました。来ましたー。はーい。ということで、はい、ゆずちゃんが選んできたのは何でしょうか？私が選んだのは、うん、なんと、なんと千葉ペリエ限定。ほう。お、初めて見かけたよ。バナナと、うんうん、人の、うん、卵カスターです。おー、限定品だね。限定品。びっくりしちゃった。うんね、初めて見たよ。うんうんうん。早速いい？いただいてみますか？いい？はい。こんな感じ。うんうん。えい。えい。見せた。バナナ両方入ってるね。うん、それはイチゴとバナナだもん。入ってなかった。大変だよ。うん、どうですか？いちご酸っぱめだけど、うん、カスタードと生クリーム甘いから。両方入ってるのね。そうなの。生クリームもカスタードもいいね。うん、バナナ甘い。バナナ甘い。うん、バナナの方が甘い。美味しい美味しい。うんうん。うん、でも結構ボリュームあるかも、これ。クリームが2種類入ってるから。うんうん。うん、意外とさ、二つ食べたらもうお腹いっぱいになるよね。うん、なると思うよ、これは。うん、千葉ペリエ限定なんだけど、うん、お値段がね、うん、700円弱です。700円弱という。弱です。でなきゃいかないぐらい。ね、忘れちゃったのね。うん、まあ、それぐらいということね。そう、お買い物するとお値段忘れちゃう。うん、はい、あら。うん、もういいよ。ナナちゃん行こうぜ。はい。私は、うん、愛知いちじく生クリームというのを選んでみました。これは、なんかね、愛知のいちじくの、うん、愛知のいちじくらしくて、いちじく珍しいなと思って、うん、そうだね。ちょっと珍しいのを選んでみました。他のところではなかなか見ないけど、見ないよね。いちじくは結構長くメルヘンさんでは取り扱ってるみたいだね。そうなんだ。うん。早速、いただいてみたいと思います。お願いします。うん。どう？なんかね、うん。ジューシー。まるっと入ってる？まるっと入ってるね。すごいね。うん。なんかいちごとさ、バナナはさ、カットされて入ってんだけど、うん。いちじくさ、こうやって見るとさ、結構まるっと入ってるんだよね。そう、大きいカットがまるっと入ってるよね。でさ、なんかこの、何？種？種？いちじくの種っていうのかな、うん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 、なんか食感がさ、うん、カリカリするね。へぇー。うん。それは美味しそうだね。うん。うん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 。いちじく、体にいいんだよね。そうなの？女性が食べると特にいいみたいだよ。何に効くの？いちじくって。うん、うん。思いっきり聞かせてしまった、うん、あれ栄養的な話？栄養的な話、あ、なんかね、あ、なんかめくってる、めくって何入ってた？ゴロッと入ってる、後ろにまたゴロッとがいた。すごい、いっぱい入ってるよ。すごいね、うんうん、美味しいね。イチジクだらけだね。うん、うん、こちらが、うん、ね、料金がね、うん、561円でした。お、561円でした。そんなにイチジク入って？うん。すごいね。ねえ。めちゃくちゃ入ってるよ、イチジク。うんうん。生クリームとのさ、相性もさ、うん、そんなに甘すぎなくてさ、うん、いいよね。確かに。うん、うん。フルーツのやつがやっぱり甘すぎなくていいのかな。ジャムとかになると、あ、やっぱりちょっと甘みが強くなる、ね。そうだね。ちょうど、なんか、食べやすい甘さ、うん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 、だよね。そうだね、うん。しつこくなくてさ。しつこくないね。うんうんうん。うん、だから多分この量、ペロって食べちゃえるんだろうね。危ないね。危ないね。危ないね、うん。他にもね、すごいさ、うん、美味しそうなフルーツサンドがたくさんあったよね。悩んだよね。いっぱいあった。なんか季節限定とか言われると、うんうん、ついそっちに目が行っちゃうね。桃とかさ、マンゴーとかさ、そっちも美味しそうだったね。美味しそうだ。マンゴーもかなり大きいの入ってたよ。うんうん、ベロンって。うん。うん。
マスカットもあったね。シャインマスカットね。あれ今の時期しか多分食べられないね。うんうん。超おすすめかも。うん。皆さんもね、ぜひ見かけたら、はい、チャレンジ。はい。はい、してみていただけたらと思います。美味しいです。はい。はい。とても美味しいです。ゆるちゃん、ゆるトーク。このコーナーは皆さんからのお便りをご紹介したり、お悩み相談をゆるっと解決してみようというコーナーです。はい、今日もお便りをいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。とろーりさんより。はい。暑い暑い暑い。もう半分溶けています。ひえー。この前、熱中症っぽくなりました。頭が痛くなったり、クラッとしたり。七ゆずさんたちは熱中症対策してますかって。はい、とろーりさん、ありがとうございます。とろーりさん、大丈夫かい？大丈夫ですか？ねえ。しんどそうだね。うん。暑いですもんね。ねえ。うん、熱中症か。何か対策してる？あのね、私、この前から始めたんだけど、この前ね、ちょうどね、テレビでやってたの。うん。バナナ、ミルク、ジュース、を朝一杯飲むと、すごくいいんだってね、熱中症。初めて聞いた。ほんと？あのね、ミルクが、中にカゼインが含まれてて、で、カゼインって結構水分とかを、こう、包み込む感じがあるから、水分っていうかその栄養素を包み込むから、こう、外に流れ出ていきにくい。だよね、確か。だからなんか牛乳がいいのは知ってたんだけど、そこにバナナは、なんだっけ、あ、忘れちゃった。バナナは、なんだっけな、なんか、やっぱいい栄養素が入ってて、それとミルクを、こう、ブレンダーとかで混ぜて、組み合わせることでさらにいいのかな？そう、パワーアップするから、お出かけ前に飲んでくと、水分がちゃんと体の中から出て行きづらくなるっていうのを見たよ。そっか。なんだろう、バナナの栄養素。バナナは なんだろうね。さっきまで覚えてたのに、ね。まあね、そういうこともある。そっか、バナナジュース。いいんだって。一時期さ、すごい流行ったよね。バナナジュース？バナナジュースが。専門店とかあったね。うんうんうん。うん、そっかそっか。この夏はきっとね、バナナジュース専門店はいいと思うの。うん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 。なんかやたらにさ、水を飲むとか、塩分を取るっていうイメージがさ、あったりはしたんだけど。そっか、バナナジュースはちょっと意外だった。うん、美味しいし、そこにお砂糖入れなくても十分甘いから、ぜひ、朝、お出かけ前の一杯にバナナジュース、おすすめです、うん。はい、おすすめだということです。はい。でもさ、熱中症ってさ、なんか、一応さ、気をつけてても、いつから自分が熱中症かもっていう判断って難しいよね。難しいよね。ね、気づいたらってことがあるもんね。なんかちょっと、頭が痛いかもとかさ、クラッとするかもという時が、あったり、ね、お友達でもやっぱり熱中症濃いかもしれないとか言ってる人とかね、聞いたりするから。危ないね、それは。ね、そうなる前から水分取ったりとかいろいろね、気をつけとかなきゃいけないんだよね。なんかね、背中に汗を感じた時には、もうちょっと水分が足りなくなってるんだって。おー、背中に汗。そう。だから、こう、車とか涼しいところにいても、背中で汗かいてきたら少し水分を補給した方がいいらしいよ。そっか。うん。背中に汗。キーワードです。なんで背中なのかはわかんないけど、ミトちゃんが言ってた。でも背中に汗をかくぐらいってことだからやっぱりさ、だいぶ汗をかいてるってことだもんね。そうだね。多分自分が知らない間にさ、体から水分がなくなっててるんだろうね、きっとね。そうか。
喉が渇いたって思った時にはもう水分不足なんだっていうのはよく聞く。そうだよね、うんうん。渇いたって思った時にはもう遅いってね。そう言うからね。だからちょび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 、うん、一気に取るんじゃなくて、うん、別に喉渇いてなくても、うん、ちょび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 、うん、お水を体に入れとくといいのかもね。うん、ちょび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 ね。そう、うん、常にこう喉が渇かないように。うん。うん、お水がやっぱりいいのかな、なんか、麦茶とかさ。ああ、ミネラル入ってるから麦茶も良さそうだけどね。ね、うんうんうん。でも甘いのじゃない方がいいんだよね、多分ね、ジュースとかね。コーヒーとかもダメだよね、カフェイン入ってるのはね。ああ、そうだね。利尿作用があるから逆に出てっちゃうかも ね、コーヒーとかだとね。お酒もダメだね。そうね。私あんまり飲まないからよくお酒の効用はわからないんだけど、うん、お酒も確かに、うんうん、あんまり多分体の中には残りづらいよね。なんかさ、お酒とカフェインの、ね、コーヒーとかは水分じゃありませんっていうのを見たことがある気がする。違うんだ、うん、飲めばいいってもんじゃないんだ。うん、飲めばいいってものじゃないみたい。そうか。逆に水分を奪われちゃうって、お酒とかは。それは危ないね。ね。意外とさ、涼しいお部屋の中とかでもさ、うんうん、熱中症とかなることもあるって言うから、うんうん、やっぱり、きちんと必要なものを必要な分取った方がいいね。ちょっとね、意識して水分をね、うん、取るように気をつけてください。はい、わかりました。はい。ゆるちゃん このコーナーは私たちがゆるっとしたいゲストさんをご紹介するコーナーです。はい、本日のゲストは声優ナレーターの小倉光晴さんです。どうもご紹介いただきました小倉光晴です。よろしくお願いします。ということで早速ですけれども、はいはいはい、聞いていただいている方に日頃どういう活動をしているのかなと簡単に教えていただけたらなと思うんですが、はい、日頃ですね、まあ、さっき紹介いただいたように、はい、まあ、声優のお仕事、まあ、セリフだったり、うん、まあ、吹き替えだったり、うん、あとはそうだな、ゲームのキャラクターだったり、まあ、全部セリフなんですけど全部セリフなんですけど、まあ、セリフだったり、あとはそのナレーション、セリフだったり、そうです。まあ、ナレーションだったり、セリフだったり、あと最近だと YouTube でモノマネを始めましたね。おー。そう。うん、セリフとかですと、どういう役が多かったりしますか？セリフだと、うるさいやつが多いですね。うるさいやつ。うるさいやつ。そうですね。声がどうしてもちょっとうるさめなんで。そんなことないけど。結構ね、その、例えばごちゃごちゃしたシーンとかでも、うんうん、まあ、良くも悪くも、ちょっと、うん、目立ちやすい音というか、なんでやっぱりちょっと癖の強いキャラが多かったりだとか、まあなんでしょう、まあ普通に主人公みたいなのをやる時もあるんですけど、まあ、主人公かも悪いやつかの大体どっちかになりがちです。両極端だね。両極端ですね。うるさいちょっとバカっぽい主人公系の子だったり、あともう癖の強い悪役。大体悪いやつ。大体悪いやつ。大体悪いやつ。ボスにはいかない。ボスだったり、ボスのなんか一個下にくっついてる癖いるじゃん。こうなんか、ボスがどっしりしてるタイプの作品と、結構わちゃわちゃしたボスのパターンと、いろいろあると思うんですけど、こうどっしりしたボスの下に大体なんかうるさい変なのついてるじゃないですか。うるさい変なのだったり。わちゃわちゃしてる。そう。いや、お前今喋らんでええねんっていう。ボスが今喋るところやろっていうところやのに、ちょっと下のやつのうるさいのシャシャリ出てきて、いや、今絶対お前喋るところちゃうでっていうところで喋ってるような、ちょっとうるさい変なやつとか。なるほど。まあありますね。年齢層的には何かこう幅ってありますか？こういう、ここら辺の年代が多いなとか。幅広いんですよね。下だと、中学、高校ぐらいの、うんうんうん、まあ、いわゆる少年みたいなところから、
まあ、あとはおじいちゃんまで。多いですね。とりあえず、やれるやろ、みたいな感じで、ポン。下手したら犬とかたまに書いてありますから。聞いてない聞いてない。犬って書いてある。俺やん、みたいな。なるほど。え、でもご自身が一番やりやすいところはどこなんですかね？ここが。やりやすいところっすが。推しだぜ、みたいな。やりやすいところか、うん。やりやすいところ言うて。うん、おじいちゃん以外。おじいちゃん以外。おじいちゃんはね、やっぱり、ちょっと大変なような気がしなくもないですね。どうなんですかね、おじいちゃんね。まあね。どの辺が、あの、有名な生産の名前出すと、うん、クライアントさんから、うん、スゴーさんみたいな感じでお願いします。宇宙人ジョーンズだとか。ああ、はい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 。みたいな感じ。みたいなやつ、ね。ああ、はい。スゴーさんですかみたいな。出る。何十歳離れてますけど、みたいな。うわなんとかかんとか。なんとかかん。下げて下げて。下げて下げて。しかも戦うスゴーさんだったんで。戦うのみたいな。厳しい。スゴーさんで戦うのみたいな。マジっすかって思いながら。厳しいね。まあ、なんやかんや。そうっすね。まあ、あとは、あれですよね。叫びまくるとやっぱりさすがに疲れますよね。まあ、役柄のその年齢っていうよりかは。叫ぶ系はやっぱり消耗はするんで。ずっとこの前やったやつなんかは、代役とかもあったんですけど、セリフ半分ぐらい叫んでる。うるさいおじさんだったんですよ。うるさいおじさん代役でやってたんですけど、こいつ半分以上叫んでるなって。あれはやっぱり大変ですね。こう夏で、ね、そう。移動でもうすでに汗かいて死にそうになってるところを叫んでる。ダブル体力消耗で。確かに。はーってなりながら翻訳も一緒にやるっていう。あ、それは大変。カオス。で、酸素が必要になってくるやつ、ね。酸素必要でしたね。さすがに交互で喋るところ酸素持たなくなりましたね。一箇所だけ翻訳と代役が被っちゃうところがあって。うわー、偉い子ちゃん。一人で喋ってるんですけど。おー、大変。息がね、4セリフ目ぐらいになって、一回呼吸しました。一回呼吸の間が挟まりました。あとね、さっきほどちょっと気になったのが、モノマネ的な？はい、はい。ねえ。どういうことでしょうかね。最近。モノマネをしてるの？最近ですね、あの、もう9年前ですかね。うん。約30年前にやってたガンダム。うん、機動武闘伝 G ガンダムっていう。ガンダム。一番最初のガンダム？ではない。あとですね、何番目ぐらいかな。真ん中ぐらいですかね、ガンダムの歴史で言うと。真ん中よりちょっと前かもしれないです。めっちゃ長いね。もうそろそろ50周年だ。50、60。あ、忘れちゃった。ああ、じゃあやっぱ真ん中よりちょっと手前ぐらいかな。まあ、ファンの意識的には真ん中ぐらいかな。真ん中よりちょっと手前かもしれないですね。確か V ガンダムっていう、一番最初のガンダムの時系列から続いてる、ガンダムがあって、ゼータっていうのがあって、ダブルゼータっていうのがあって、まあ、逆襲のシャアだったり F91 っていうのがあって、V ガンダムっていう、だから、一番最初の時系列から6個後の作品の、次にやられた全然関係ない世界の話。ガンダム全然関係ない世界の話が時々あるんですよ。ガンダムの話なので。そうなんです。一応ガンダムなんです。サンライズさんが作ってるガンダムの話で、あとはそうですね、来年劇場版をやるガンダムシードなんかも、あの、一番最初のガンダムとは全然関係ない世界軸の。へー、そうなんだ。全然関係ない世界軸んだけど、ガンダムの話なんですよ。まあ、ガンダム出てきたらガンダムみたいな。まあ、そうね、そうね。ガンダムってね、名前もつくしね。ガンダムついてればガンダムだなっていう。ガンダムはガンダムだ。そう。の、大塚芳忠さんの、あの、声真似をして、ガンダムの、その、それこそ一番最初のアムロが出てるガンダムのゲームに、ちょっとよく似た機体が出てるんですよ。こうボクサースタイルというか、パンチで、ガンダムに出てくるマシンですよ。モビルスーツっていうマシンなんですけど。モビルスーツ。で、あの、相手のマシンぶん殴るっていう、めちゃくちゃなコンセプトの機体がございまして、もう完全にボクサースタイルで、二つの拳になんかこのスパイクみたいなのがついてて。
武器とか持たないんだ。一応ショットガンは持ってるんですけど。ガン持ってるの？一応でも本来は持ってないんですよ。うん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 、原作だと他のモビルスーツからショットガン勝手に借りてきて、で使ってたんで本来は持ってなくて、移動用のワイヤーとパンチ。パンチ。ちょっと狂ってますよね、コンセプトが。殴るの？ビーム兵器相手持ってるのに、ピンピン撃たれる中、あんまり進んでパンチしてますよ。ちょっとね、狂ってますよ。面白い。そう。で、それがちょうど G ガンダムの機体と似てて、ちょっとだけデザインも似てて、顔は違うんですけど、顔以外がほぼほぼ似てて、同じボクサースタイルでっていうので、これはもうやるしかないでしょうって。ガンダムマックスターっていうのに、あの、宝珠さん演じるチボデイクロケットっていうのが乗ってるんですけど、これはもうチボデイでやるしかないだろうっていうことで、全然世界軸違うんですけどね、全然関係ない世界軸で、チボデイクロケットのモノマネをやるっていう、わけのわからないチャンネルを、3ヶ月ぐらい前ですかね、もうコロナで身動き取れないよっていうので、じゃあなんかやるかっていうことで、立ち上げて、うん、まあ、時々違うキャラクターもやってるんですけどね。あ、そうなんだ、自分で。同じく、あの、ヤザンゲーブルっていう、こっちの方が有名なんですけどね、正直。もともとのアムロの機動戦士ガンダムがあって、その次にゼータガンダムっていうのがあるんですよ。うん、このゼータガンダムに出てくる敵役の、うん、なんて言うんでしょうね、荒々しい、うんうん、おじさんまではいかないですかね。うんうんうん、見た目よりは若いんですけど、うんうん、まあ、見た目はおじさんですよ。へー、荒々しい中隊長なんですけど、ヤザンゲーブルっていう、二つなんか野獣だったり何だったり言われるんですけど、ヤザンゲーブルっていうのがいて、彼のモノマネもちょいちょいやってます。へー、そうなんだ。エイプリルフールで、うん、エイプリルフールでヤザンゲーブル入れたらおもろいかなっていうので、あー、そこで出てきたんだ。エイプリルフールでヤザンゲーブルがチャンネルを乗っ取ったことをして、あー、なるほど。やって、で、まあ、その、ヤザンゲーブルを、再び呼ぶ声も多かったんで。じゃあ、第2弾やるかってことで、ちょうど今日の18時に、ヤザンゲーブルのバトオペファイトって勝手に名付けてるんですけど、バトルオペレーションっていうゲームでやってるんで、勝手にヤザンゲーブルのバトオペファイトと称して、また公開される。ファンを巻き込んで収録した。その期待があって、その宇宙世紀っていうアムロの世界、一番最初のガンダムの世界の中に出てくる人なんで、その人の実際劇中に乗ってたモビルスーツがゲーム内に登場してるんですよ。これ癖強いモビルスーツで、あんまりにも癖が強くてあんまり乗れる人いないんですよ。え、なんで？難しいんですよ。あ、難しいんだ。俺も全然使えてないし、実際。こうシュッシュッってパンチしないの？なんかね、ワイヤー伸ばしたり、変形して飛んだり、ああそういう感じで戦うんだ。ちょっと変わった武器で切ったりとかするんで、へなかなか普通じゃないんだね。間違えちゃうんですね、武器を。ああ切ろうと思ったら銃持ってるよみたいな。切れないと思ったら、それはまあ困るね、困るね。切れないと思ったらね、銃持ってちゃそれ切れないっすよ。切れないね。まあ切れないっすよ。難しそうだね。なんでちょっとファンに生放送中に誰か乗れるやつはいないかっつって呼びかけて、あのファンを巻き込んでそのまま撮るっていう。へえ、すごい。大変でしたね。何より操縦がね。操縦がね。モノマネより操縦が大変でしたね。ガンダムの操縦難しいね。普段乗ってない。大塚宝珠さんって言ったら今のイメージですとやっぱりね、鬼滅の刃ね。ですね。完全にね、うろこどきさこんじさんですね。そうですね、うん。って言った方がね、知らない方もね、わかりやすいかなとは思うんですけれども。ね、炭治郎にビンタかます天狗のおじさんですからね。ね、やっぱりちょっと渋い感じの、ね、おじさまの声っていうイメージがあるんですけど、ね、そういう、ちょっとおじさまな感じができるってことですよね。そうですね。まあ、うん、だいたいそうですね。うん、だいたいそうですね。まあぜひちょっとね、はい、聞いてみたいところですね。そうですね。はい。まあ、プレッシャーを感じる。
プレッシャーを感じますね。みんなに見守られている中だから。そうですね。まあ、じゃあ、次のコーナーでぜひ、お聞かせいただければと思います。楽しみ。はい。ゆるちゃん。ゆるっとお願い。このコーナーはゲストさんとゆるっとしたりおすすめのゆるっと教えてもらうコーナーです。はい、本日はグラミツハルさんにせっかく先ほどねお聞きしたモノマネ楽しみ、ね、さっきの ね、 ね、うん、やっていただきたいと思うんですけれども、はいね、ごつかほっちゅうさんね、うん、ぜひ、はい、ぜひ、ぜひ、ぜひ聞きたい、聞きたい、ぜひひえ、何かをこう振った方がいいの、それとも、ね、いきなりほうちゅうさんが出てくるの、ね、そうだね。すぐ多分出せるけどね。あ、すぐ出てくるんだ。ほうちゅうさんがすぐ出てくるんだ。そう、じゃあ大塚ほうちゅうさんまで3、2、1。反応が遅い、お前はとにかく反応が遅い。はい、炭治郎の方を全力でスパーン、結構な勢いっすよ。びっくりしますよね、急にね。うろこ滝さんや。一瞬ですよ。一瞬迷った瞬間にパーン、パーンくるね。何って思ってると、判断が遅いって言われますよ。判断が遅い。手早いな、みたいな。判断、炭治郎判断遅いけど、うろこ滝さん手めっちゃ早い。手は早いね。めっちゃ早い。大塚ほうちゅうさん出てきた、出てきた。一瞬で行きますからね。出てきたよ。いかがですか、皆さん、大塚ほうちゅうさんね。なかなかね、特徴あるね。ほんと。すぐわかるもんね、聞くとね。そうですね。やっぱりね。そうなんですよね。え、他にもできる？うろこ滝さん以外で。うろこ滝さん以外。うろこ滝さん以外で、大塚ほうちゅうさん。うん、そうだね。そう、まあ、地方で、まあ、ほぼ毎日やってるからね。普段やってる感じでも。うん、いや、若かりし頃の、大塚宝珠さん。大塚宝珠さん。じゃあ、若かりし頃の、大塚宝珠さんまで。はい、3、はい、2、1。ガレッジマシンガンパンチ若かりし頃の大塚宝珠さん。必殺技やってたんですよ。宝珠さんが必殺パンチを放ってた時代があったんですよ。なるほど。小倉さんなんだけど完全に小倉さんのイメージ。必殺技ですね。そのね、ゲームプレイしながら、だいたい平均 2,3 回ぐらいやってますからね。ちょうどね、マシンガンパンチって言ってる間にパンチし終わるんですよ。まあ、原作よりちょっと短めに言ってるんですけどね。原作だと結構この、なんていうの?あの、ガンダムってこう歌舞伎、日本のアニメ結構そうなんですけど、歌舞伎の見えみたいな、バッて止まって、こう、なんていうのかな、この演出的に見せるシーン感があるじゃないですか。結構そんな感じでカットインが入って、チューンで飛び上がって、ピュンピュンピュンプワーンってなんか飛んで出たりするんで、そのまでやってると、パンチの途中でセリフが終わっちゃう。終わっちゃうんだ。マシンガンぐらいで、なあ、どうしようみたいな。パンチ終わっちまったんだよ。ってなっちゃうから、ちょっと早めにパンチを。あ、なるほど。繰り出しとかないで。そう、ちょっと尺に合わせて。なるほど。パンチを出して。すごい上手。ね、尺にね、合わせながら、まあ、真似をするなかなか難しいですよね。難しいと思う。パンチの感覚を自分で覚えて。さすが毎日ね、繰り出してるからね。だいたいここぐらいでパンチが終わる。パンチ !OK! 気持ちよさそう。ね、ゲームに集中してない。あ、なんか、集中難しい。そうね。半分喋ることに集中しながら、半分ゲームに集中してるから、多分黙ってプレイした方が強いですね。これ絶対間違いない。確かに。合わせてなんか、パーンチみたいなのをしたりしないんですか？パンチを言ってる前に死んじまったぜ。
1,2,3,4,5 発連続パンチできるんですよ。 1,2 で相手の期待が落ちちゃって、ボーンって、やだ大変、もう終わってるって、うわり終わっちまったぜってたまに言ってる時はありますね。おじさん、なるほど。ちなみに他の方の、はいはいはい、モノマネとかしたりすることもあるんですかね。あのそのホジュさんが出てくると地方で、ホジュさんは出てこないですねホジュさんがやっていらっしゃる、うん、地方でクロケットの同じその G ガンダムっていうのに、うん、堀秀幸さんっていうあの、うん、方がやってるシュバルツブルーダーっていう、うん、なかなか好きな人は好きな、うん、まあ、みんな好きなんですけど、みんな好きなんですけど作品がどうしてもマイナーがゆえに知らない人も多いんですけど、こうゲルマン忍法っていうわけのわからない忍法を使うゲルマン忍法やつがいるんですよ。意味わかんないじゃないですか。ゲルマンってドイツですよ。そうだよね。なんでドイツやのに忍法やねんっていう話。忍法だよね。ちゃんと設定があってね。この日本の、まあ、工科か医科か忘れたんですけど、どっちかのその忍者の流れを組む特殊部隊が、昔ドイツの軍特殊部隊となんかやった時に、向こうに伝わって、それがゲルマン忍法として昇華された。なるほど。原作ではインチキの塊みたいなやつですからね。攻撃したらピョン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 ってつって消えるんですよ当たってたやんみたいな、どういうことやねんっていうこと、スーって現れたり、スーって消えたり、なんとゲルマン忍法シュバーンって現れて水の上に立ってたりとか、もうわけわかんないけど、なんでもありだね。なんでもありなんでもあり。なんで、あの、ゲーム内のラグっていう、その通信のズレで、例えば、切られてないのに切られたとか、っていうのも全部ゲルマン忍法のせいにしてます。恐ろしい。インチキだから。なんとも都合がいいキャラですね。ゲルマン忍法はインチキだから。うん。だって彼にもついでに喋ってもらおうと思って、彼のモノマネもやってます。はい。そう、彼の必殺技ぐらいならできるかもしれない。じゃあ、ぜひ。これで、ね、急に割とできなかったですよね。あ、先生、準備いる？準備いる？いや、大丈夫じゃない？ほんと？行っちゃおう。え、行くよ。行きましょう。3、2、1、はい！スルム、うんっ、ドランクーンっていう必殺技があるんですよ。え、その必殺技は何？どういう状態？回るだけ。回るだけ？回るだけ。肘に、肘っていうかこの、なん、これなんですかね、すね、すね、違うか、すねでこっち、二の腕こっち、いやいや、これすねでいいんじゃない、こう肘から、うん、肘からすね、この間にかけて、はい、刃がついてるんですよ。え、危ない、え、危ないです、刃がついてるんですよ。この刃を外側に向けてくるくる回る、あー危ないね、そう、あの駒みたいにくるくる回って相手にぶつかりまくるっていう、あー痛い、そう、言葉で聞いたらすっげー地味そうなんですけど、うん、それを言葉の勢いで全部ひっくり返す質問とドランクっていう。あ、そうなんだ。意味は知らない。ゲルマン忍法ね。ゲルマン忍法。ゲルマン忍法、ほんまにインチキやから。原作見てもはぁってなりますからね。へぇー。マスターアジアっていうやつが手をバーンって飛ばして、こう、なんていうの、相手の機体にバーンってぶつけようとしたら、ピピ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 ピって消えるんですよ。いや、お前消えるはなしやろ。そこに、お前今おったやんっていうのに。消える。消えちゃったり、ペロンって壁がめくれて出てきたりとか。よくある。忍法っぽい、忍法っぽい。この壁に隠れるあれっすよ。うんうんうん。わかるわかる。いや、さ、無理があるやろみたいなところでペロンって出てくるし、本人も急におじさんに変装してたりする時もあるし。焚きつけるために。焚きつけるために、そう。ちょっと、チボデが落ち込んでる時に、うんうんうん、でも、ドモンっていう主人公、ドモン、うんうん、関智一さんがやってらっしゃるんですけど、うん、そのドモンの、まあ、お兄さんのクローンなんですよ、うん、シュバルツブルーダーが。で、ドモンをレベルアップさせるには、うん、チボデと、なんかこう、いろいろ戦わせたりだとか、をやる必要があるっていうことなんだけど、うんうん、チボデがちょっと PTSD みたいな感じで。ちょっとトラウマになっちゃって、ね、うん、ああ他にもだだ、どれどうしちまったんだみたいな感じになってたから、なんかその辺のおじさんに化けてチボデを焚きつけて、うん、なんかこうよいしょみたいな、頑張れ頑張れって、ずっと陰で暗躍してる、へ、まあ、まさに忍者っぽいといえば忍者っぽいんですけど、まあ、そうだねそうだね、何でもありっすね、ゲルマン忍者は本当に何でもありっすね、無敵な感じするな、いやー本当すごい。いろんな意味であれはね。何かそのモノマネをされ、声真似をされる際に気をつけてることとかあるんですか？気をつけること。コツとか。うん。宝珠さんのコツは
小宇宙さんの声が出せる生態で生まれてくることじゃないですか。やっぱね、きついよ。まあ。作りが違いすぎると、まあ、やっぱね、まあ、声出ない声ありますもん。主人公のドモンの声は出ないですもん。うん、だから、ドモンは喋らない。なるほどね。無口でね。まあ、ね。そう、俺喋らない。もう、うちのチャンネルではもう喋らない。喋らないね。ドモンはいないね。喋らない。そう、ドモンもいない。サイサイシーっていうのもいない。なるほど。まあ、いるんだけどね。絵だけ出てくるんですけど。喋らない。喋らない。喋ってるのは大体チボで、カッシュ割れつぶるから。じゃあ、日頃やられてない、ちょっと、キャラで今日はチャレンジしてみましょうよ。チャレンジですか。チャレンジでみんなで行っとこうか。みんなでみんなでチャレンジですね。いや、まあ、案外見つかるかもしれないですよ。そうだね、新しいねキャラがね。扉が開かれるみたいなね。そう。何でしょうね。でもここはさ、こう視聴者さんとかみんなが知ってるキャラがいいんじゃない、うん、そうだね。ね、うんうんうん。なんか最近のね、なんかいい感じのね。うん、ね、なんだろうね。みんなが知ってるキャラ。まずはやっぱりドラえもんかな。ドラえもんね。ドラえもんどっち？ドラえもん今二つありますからね。え、どっちがいい？シンとキュー。あ、シン。俺シンの方全然わかんないけどね。私も、キューの方が確かに。ここにいるメンツみんなキューの方でしょ、実は。キューに寄せてみますか、頑張って。キューに、そうね。まあ、どっちも、まあ、どっちもわかるけどね。どっちもありだ。うん。うん。よし。よし。できる。さて、誰から行くの、うん、さて、誰から行きますかね。危険な気しかしない。ドラえもんチャレンジ。ドラえもんチャレンジやろう。うん、はい。ドラえもんチャレンジ。いいよ。じゃあ、やはりね、ここはゲストさんからね。よし。俺か。じゃあ、小倉さんのドラえもんまで、3、2、1。僕、ドラえもん。もう、言い方だけ。入り超ドラえもんっぽかった。このイメージですよね、やっぱりね。そうそうそう。そうですね。スピード感とか絶対そう。この、にゃん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 。にゃん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 みたいなね。この、なんか、なんとも言えない。まあ、わかりますね。リズム感。独特のリズム感ありますね。そうだね。じゃあ、ゆずちゃんいける？やる？いいよ。ドラえもんやるよ。よ。僕ドラえもんです。なんか待って私ドラえもんズに ドラえもんズにこんな感じのおらへんかったっけ？ドラえもんズなんかおらんかったっけ？なんかドラえもん伸びちゃった感じがする。なんかドラえもんズにこういう感じの別でおったような気がしなくも。本当？じゃあもう一人追加してみようか、ドラえもんね。ドラえもんズになるか、ドラえもんになるか。星川奈々ちゃんのドラえもんまで。はい、3、2、1。僕、ドラえもん。あ、ちょっと近い気がする。こう、途中からこう、ググッと上がってきた。上がってきたね。上がってきたね。ドラえもんレベルが、現在進行形でググッと上がったの。あ、この3人だったら奈々ちゃんかな。そうですね。難しいですね、これまでってね。うん。ね、まあ、そんな感じでドラえもんで、はい、お送りしてみました。はい。今週もお別れの時間になってしまいました。はい、あっという間だったね。ねえ、いかがでしたでしょうか。いやー、こんなねゲストというある意味この気楽な立場ある意味気楽な立場だけど、なんか逆に緊張するような気もするような。はい、ね、ちょっと無茶ぶりもしてしまってね。ね、恐ろしい。怖い。恐ろしい。めっちゃ楽しくね。ワイワイやってるのは早いっすね。あっという間だね。あっという間ですね。うんうん。もう、これもね、こう、言ってる間にもどんどん時間過ぎてきますからね。確かにね。恐ろしい。はい。すぐ終わっちゃうよ。ここで何か告知があればお願いしたいんですけれども。はいはい、そうですね。うん。告知。告知。告知。そうですね。チボデーのバトーペファイトで検索して YouTube 見てください。もう一度。チボデのバトーペファイト。うん。カタカナね。うん。のだけひらがなね。
なんだっけ、ひらがなね。ファイト。そう、まあ。そんなチャンネルをやってます。はい。はい。気になった方はね、ぜひチェックを、ね。はい。チェックチェック。うん。うん、いただけたら。はい。モノマネ聞きに行ってください。そう、モノマネしてますから。うんうん。モノマネの人みたいになってるかな。そうだよね。なんか、モノマネ。そうそうそう。モノマネタレントでは、ありませんね。ね、声優、まあ、いろいろやってるからね。そうです。まあ、声優のところで言うと、うん、今ちょうど、一期が終わったんですけど、うん、まあ、YouTube のアニメで、エレスポチャンネルさんっていうところで、うん、はい、ネオンっていう YouTube のアニメをやってて、はい、それで主人公の善一っていうのをやらせていただいてるんで、そっちもよかったら、はい、よろしくお願いします。はい、エレスポチャンネルさん。そう、エレスポチャンネルさん。はい、ぜひぜひ覗いてみていただきたいですね。はい、今なら一期全部見れるから。お、まるっと。まるっと、ちょうどもう、うん、ちょうど一期がね、いい感じに終わったところなんで、まるっとこう全部ダダダダダと、うん、頭から最後まで。じゃあ一気見できるね。一気見できます。しかも主人公ですよね。ぜひ。めっちゃ叫んでるからね。いっぱい喋ってる？いっぱい喋ってるね。いっぱい喋って叫んで。主人公、やかましい主人公なんで結構。そっち系だ。結構そのやかましい。もう髪の毛もね、もうめちゃめちゃ明るい赤とかオレンジ系のね。髪の毛だけじゃないな、全身そんな感じかな。そんな感じかな。もう見るからにうるさそう。なるほど。いいキャラしてるんで。うん。またちょっとイメージが違う感じのものをお聞きいただけるのかな？だいぶ違うかもしれないね。うんうん、うん、うん。じゃあぜひね、そっちもチェックをね、していただけたらと思います。はい、はい、お願いします。はい。それでは、ゆるちゃんでは、皆様からのメッセージ、質問、お悩み相談、こんなことして、などリクエストをお待ちしております。リクエストは、ツイッターアカウント、ナナユズチャンネルの DM、または info@892fm.com まで。はい。ファックスもございます。千葉 043-441-5592。千葉 043-441-5592。星川ナナと里中ユズのゆるちゃんまでお願いいたします。あと、ゆるちゃんツイッターこちらの方もぜひフォロー、リクエストお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。この後23時からはファンファンウェンズで船橋ひまわり娘の丸ごとチバニアンの放送なので、引き続きスカイウェーブ FM お楽しみください。それでは星川奈々と里中ゆずのゆるちゃん、いい夢見てね。おやすみなさい。小倉みずはるでした。ありがとうございます。さよなら。